お集まりいただきありがとうございます。ただいまから定例の記事記者会見を行います。本日の発表事項は、新型コロナウイルス感染症への当面の対応について、山梨グリーンゾーン認証制度の国際的評価獲得に向けた取り組みについて、家族介護者及び介護事業所への支援体制の強化について、第5次山梨県男女共同参画計画の策定について、富士川水系の河川水の調査について、犯罪被害者支援に向けた条例の制定についての6件となります。それでは6件続けて長崎知事から発表いたします。はい、それではよろしくお願いいたします。多岐にわたりますので、どうぞよろしくお願いします。まず、初めにですね、先週発表させていただきました、オウンドメディア、山梨インデックスにおきまして、本日のこの会見、記者会見から、ライブ配信を行うことといたしましたので、ぜひよろしくお願いいたします。記者クラブの皆様のご理解に心からの感謝を申し上げますとともに、今後も県民の皆様に対しまして積極的な情報発信を行ってまいりたいと思います。1点目です。新型コロナウイルス感染症への当面の対応につきましてご報告申し上げます。まず感染状況と現状認識ですが、昨日までの直近1週間新規感染者数は1266人、前週と比較いたしまして99人の減少となっております。ただし昨日の公表後、現時点までに判明している新規感染者数はすでに300人を超えておりますので、一進一退の状況を繰り返していることになります。また感染力が強いとされます BA2 系統への株の置き換わりも進んでおり、警戒感を持って注視すべき状況でございます。一方におきまして病床使用率ですが、昨日時点では 43.4% と 50% を下回る水準を維持しております。またワクチンの接種状況ですが、27日現在3回目接種を終えられた方は34万人、対象者の 49% に増加し、こちらは順調に進展をしております。こういった状況を踏まえまして、今後の当面の方針につきまして申し上げます。ご案内のとおり、本件ですが病床使用率 50% 以下という点を大変重要指標とした上で、ウィズコロナで経済と生活を回していこうということが基本的な考え方となっております。現下の状況に関しましては、経済回復あるいは生活回復に向けて段階的に歩みを進めていくことが許される水準だろうと考えております。県民の皆様に日常を取り戻していただくとともに、経済を回し続け生活を守っていく、まあ、こういう観点からですね、まずは基本的な感染防止対策を粘り強く継続し徹底をしていただくこと、そしてワクチン接種が可能となった方から速やかに接種を受けていただくこと、この2点がですね、大変大切な条件となってまいります。その上で、状況が許す限り、県民の皆様の行動にかかる制約を、なるべく、取り除き、合わせて経済回復に向けた、打ち手をタイムリーに、打っていくことを基本方針といたします。以上の考え方に基づきまして、協力要請の内容の見直しと、期間の延長、そして、グリーンゾーン宿泊割の、期間の延長と対象エリアの拡大、無人でお助けキャンペーンの期間の延長などこれら3点を実行に移してまいります。以下順次お話をさせていただきます。まず協力要請の期間延長ですが、先ほど申し上げました直近の新規感染者の発生状況あるいは病床使用率の推移から県民の皆様には感染防止対策の徹底を引き続きお願いせざるを得ない判断をいたしました。このため今月末までを期間としております感染拡大防止への協力要請につきましては2ヶ月間延長いたしまして5月31日までといたします。なお学校関係者に対する要請のうち
分割授業やオンライン授業の実施、分散登校、部活動の自粛につきましては解除することといたします。これは学校での感染者数が現在落ち着いていることに加えまして、何よりもです、新年度を迎え新学年、新しいクラスで新しいお友達との出会いがあってしかるべき時に全員が顔を合わせる機会がないというのは、やはりこれは教育上むしろ弊害の方が大きいと考えたところでございます。より良い学びのためには子どもたちがクラスの友人とみんなと、あるいは部活の仲間と普段通りに過ごせる環境を可能な限り確保することが大切です。そのためにも改めて周囲の大人の皆様にお願いをいたしますが、子どもたちを感染から守るためにはぜひともです、基本的な感染防止対策の徹底と合わせまして速やかなお父さんお母さん、周囲の大人の皆さん、先生方の速やかな3回目のワクチン接種できる状況になった方から速やかに実施をしていただきたいと思います。次に、山梨グリーンゾーン宿泊割の拡充についてです。グリーンゾーン認証施設を対象に宿泊料金の割引を支援いたします宿泊割事業につきましては、4月の1日から28日宿泊分まで期間を延長いたします。合わせてワクチン3回目接種や検査の陰性証明を要件とした上で割引対象を茨城、群馬、埼玉、千葉、長野の各県からお越しいただく皆様に拡大をいたします。県民限定で行う場合に比べまして、マーケットの拡大により格段に旅行需要の取り込みが充実する、パイが大きくなるということでありますので、これまで本当に厳しい思いをされてこられた観光関係の皆様にはしっかりとこの機会をですね、捉えていただければと考えております。また私どももしっかりサポートをしてまいります。次に、無人でお助けキャンペーンについてです。こちら先般、ご報告いたしましたように今月31日までを期限に上乗せ率 30% で実施をしております無人でお助けキャンペーンに関しましては、歓迎会あるいはお花見シーズンにも大勢の皆さんにご利用していただけるよう4月も継続して実施をいたします。合わせてなかなかその申請がちょっと複雑で大変だという声もいただきましたので、こういう声も踏まえましてクーポン券の発行を飲食店が代理で行えるようにしてこの事業の使い勝手を挙げてまいります。これにより、ぜひ多くの皆様に利用をしていただきたいと思います。ここでも繰り返しになりまして大変恐縮ですが、ぜひ感染防止対策にはです、ぜひとも最大限の留意をしていただいた上で、ぜひ食事を楽しみ、またお仲間、親しい方々との、豊かな時間を楽しんでいただければと思います。繰り返しになりますが、送別会、そして、歓迎会、さらには、桜の花、桃の花の、季節でありますので、この楽しい季節をですね、しっかりと感染防止対策を、徹底していただいた上で、より、豊かな時間を過ごしていただきますように、お願いをする次第であります。最後に、これまでのお願いと、改めて繰り返しになりますが、感染を制御しながら経済そして生活を回し続けるこういうチャレンジは県民の皆様そして事業者の皆様のご理解とご協力があって初めて成り立つものでありますし初めて継続できるものであると考えております。もや先日のですねその県立中央病院のデータによりますと
本県7割の方がですね、もうすでにオミクロンの BA2 に移行しているということでもありますので、今のこの経済回復あるいはその生活回復に向けた流れというのはある意味その白氷の上を歩いているような状況であります。再びですね、ブレーキを踏まなくてもいいように、ぜひとも繰り返しになりますが、基本的な感染防止対策、3密の回避、マスクの着用、手洗い、そして換気、といったこれまでですね、繰り返し、お願いをさせていただきました予防策を、ぜひ徹底をしていただくように、改めてお願いをいたします。そしてまた、3回目のワクチン、打つことによりまして抗体価というのは飛躍的に上昇するわけでありますので、どうかですね、3回目打てる方は速やかに3回目の接種をしていただきたく思います。特にお子さんがいるご家庭のお父さんお母さんに関しましてにおかれましてはです、お子様守っていただく上でもです、速やかな接種を改めてこの場をお借りいたしましてお願いをいたします。この点に関しましては以上です。